ただいまんごー。え、みんな何話してました？何？何話してたんだろう。まあいっか。おいしい、あったかい。やっぱあったかい方がおいしい。おいしい。イエイ。ネギ玉好きなの？うん、好き。チー牛も好きだよ。チー牛もあったけど、今日はネギ玉にした。チー牛は前食べたからね。おいしい。泣きそう、おいしすぎて。じゃないあれもこれも、その程度ドアを開けましょう。証拠が欲しいのなら、ウルトラマンの稽古でした。やばい、盾の稽古だったんだけど、居残りさせられました。もうやばすぎて。でもさ、やっぱり俳優さんってさ、舞台とか出てる俳優さんってさ、盾慣れてるやん。めっちゃうまいし、セリフとかもうまいし。でもマジやばすぎて、なんかみたいになって、そう、なんかすごい立野先生とかもみたいななっちゃって、それで終わった後に、じゃあ神来居残りでってなって、居残りで練習しました。やばいですよ。そう、覚えること、私稽古全然出れてなくて、やばすぎてどうしようって、もうダメだって、できないって思ってるけど、まあ、本番ではできてると信じて頑張ります。個別に時間作ってもらえるの素敵だって。ね、思った。確かにありがたい、めっちゃありがたいよね。時間作ってくださって、付き合ってくれて、皆さんがなんか一緒に戦う人たちとかも残ってくれて、確かにめっちゃ優しいじゃん皆さん。
絶対いい舞台にします。で終わった後に自分が稽古出てないところのシーンのなんか動きとか教わったけど、もう頭パンパンすぎて全然頭に入らなくて、やば、動画見て起こそうって思いました。もう明日で一通り全部終わるんですよ、演技の方は。一回なんかミザンスみたいなつける、なんかそういう動きとかこうにしましょうみたいな大まかなやつとかつけるのは明日で終わりなんですけど、私全然稽古出てないからやばくて、もうやばすぎて、うん、うん、でもこれからも稽古出れない日が結構あるので、もう終わった、始まる前に終わったんですけど、でもね、こんな、でもこうやって思っててもやっぱ初日はね、いつもなんかうまくいってるので頑張ります。うん、うん、眠い、とりあえず今日は本当に眠くて、もう普通に、ね、眠いからもう絶対に寝る今日は、うん、切り替えうまそうだって、え、全然ですよ、いつも必死になってやってます、うん、そう、舞台とか一番そんな得意じゃないので、うん、うん、盾とかさ、なんかみんなすぐ覚えられてびっくりしたんだけど、私何回もさやってもやってさ、それでもなんかかっこ悪くて見た目が、うん、でもそうだよね、だってみんなそれで生きてるんだもん、私は歌って踊って今は頑張ってるから、みんなそれで生きてるからできて当たり前なんだ、そうって思って、うん、言い訳はいかんだって、そうなんですよ、でもみんなさすごいよね、だってそれがお仕事って考えたらマジですごいなって思う、そう、盾とかすごいみんなうまいもん、牛丼来ただって、牛丼しかもセリフ多いし、やばい、覚えられるかな、それ浜ちゃんに LINE したよ、セリフってどうやって覚えるのって今までの自分どこ行った、マジで浜ちゃんに LINE してセリフってどうやって覚えてるのって、うん、とりあえず読むとか
自分の声を録音するとか言ってくれたけど、浜ちゃんよく舞台出てるから、うん、そう今回の演出家さんはなんか浜が舞台出てたなんかなんとかなんとかなんとかっていう舞台の同じ演出家さんなので、うん、私も見に行ったなんとかなんとかなんとか私も見に行ったやつ、僕たちの7日間大戦争かな、うん、そうと同じ演出家さんなんです。15分経った。でもまだ完食してないから食べ終わったらやめるね配信てか食べながら喋んなって感じだけど、ほんとごめんなさい。うん、はい、私がもぐもぐ食べてるところ見てください。飲むところも見せてください。飲むところは NG です。うん、キス顔なんでマジで。キス顔はねちょっと NG。ココナッツ完食しました。すごいいいな。うん、カミーラキスシーンないよね。だってない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 です。ハグとかもないです。でもカミーラはなんで愛憎の戦士かって言われてるのはティガっていうキャラクターと元恋人だったからっていう略らしい。地味に恋愛要素ある。うん、元彼です元彼です。
うん、ウルトラマンティガ、うん、なんで別れちゃったの、なんでだっけ、なんでだっけ、なんか書いてあったけど忘れました。うん、うん、そう、手が光に行ったから、そうそうそう、宇宙人同士の恋愛らしい、そう、ぜひ楽しみにしていてください。うん、ということでね、牛丼完食しました、イエーイ。皆さん、本日はちょっと短い配信でしたが、見てくれてありがとうございました。ではね、明日も舞台稽古なので頑張ります。皆さん舞台楽しみにしていてください。では皆さん、最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位、タニタニ。12位、ハードな岩アットおだし。11位、ハリソンアットおだし、せーの、スズキ。10位、ヒノト。9位、ファデル。8位、フルちゃん。7位、 YSA73 アットガンバッカミーラ。6位、ナオキ。5位、ミホ。4位、ショータアットおでりしかかたん。3位、シロジーアット ODA 神吉。2位、ミヤちゃん。そして1位はマーアットおだし。ありがとうございます、ありがとうございます。では皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。皆さんも健康に気をつけて毎日生きていってください。ではおやすみ。